森岡市役所は日本の地方公共団体である森岡市の執行機関としての事務を行う施設である。職員数はおよそ1800人。市役所本庁舎は1963年に竣工。築45年で耐震診断の結果、建物の強度は基準の半分程度しかないことが明らかになっている。この強度は震度6強程度の揺れで倒壊する水準である。 今後30年以内に98%の確率で発生する宮城県沖地震の際には、当市の区域にも大きな揺れが到達することが予想されたが、財政的制約から庁舎を建て替える余裕はなく、簡易な補強を実施した上で、ボロを着てでも心は、二式で頑張るとしている。森岡市長庁舎に関する逸話として、建設当時の市長、山本屋之助が、 庁舎は20階建てぐらいいにとと述べたというものがあるしかし、完成した庁舎は8階建てで、別館増築工事を経た今も、なお、回数は増えていない。山本は、一極集中ではない体制を持論とし、市内数箇所への庁舎分離図などを構想していたとも、言われるが、具体的にどのような構想をもって、超高層庁舎を提唱したのかは明らかではない。都南総合支所前日のように、 本庁舎は手狭なため、市の各部局は市内数箇所に分散して執務を行っている。主要な部署を列挙すると、概ね次のような配置になる。市役所の庁舎は、森岡市が1992年にと南村と合併した際、森南地区へ移転することが合意されていた。この背景には、老朽化が進行する上手狭な現庁舎の問題点、森岡市が 森南地区の開発を進めていることなどがあったと、される。しかし2007年、市長の谷藤博明は、厳しい財政状況を反映して、市役所の移転計画そのものを凍結した。AB 市長記者会見森岡市役所、2008年11月25日、確認。AB 岩手日報2008年3月27日付長官、岩手日報社がページの合意尊重を、 都南地区市議7人が申し入れ、森岡タイムス電子版、2008年11月24日、確認。森南開発の行政施設用地取得断念、森岡市が、気候側へ回答へ、森岡タイムス電子版、2008年11月23日、確認。ありがとうございます。